はい、皆さんこんにちは。今日はねボルコンに 100% の勝率を叩き出す、まあ、最強のデッキを使っていくと、まあ、無課金勢が結構ボルコン使ってね、結構ボルコン消えろとかボルコンしょうもないと思う方いるんやけど、じゃあボルコンに勝てるデッキ使えばいいやんって話なんよ。結局のところボルコン批判する前にボルコン倒せみたいな。でカードゲームの世界っていうのは流行っているデッキをメタると、流行っているデッキに対して強く立ち回れるデッキを使うっていうのが一番手っ取り早いよね。だからボルコンがティア1っていうか、まあ一番強いとなってるんやったら、その一番強いボルコンをに対して強く立ち回れるデッキというものを使えばいい話なんよ。でそうなった時に使うデッキというものがこういうね最強のデッキを使うってことなんよね。でまずブレイズクローが4枚採用、もうこれねビートで押していくと。で火炎流星群が4枚、ブレイズクローを4枚採用するイコール火炎流星群は4枚採用するというのが鉄板なんよね。あのブレイズクローはブロッカー置かれてしまうとただの吸い取られ要素になっちゃうんで、あのダイソンの掃除機に吸い取られる運命しかないから、そのブロッカー置かれた時にちゃんと対応できるカードっていうのをちゃんとね、入れておくべき、入れておく必要性があると。それからスナイプモスキートが4枚採用で、小さな勇者ゲッターが2枚、クックポロンが4枚採用されていて、ボルカニックアローが4枚、シールドトリガー、相手のパワー6000以下のクリーチャー1体を破壊し自分のシールドを墓地に送ると。これもねなかなか強くて、まあシールド墓地に置くんやけど、ビートデッキやからね基本的にはこっちがね先手でもう殴っていくから、まあシールドはねもう取られる状況になったらこっち負けの話になるんで、もうどんどん押していく、とにかく押し切るっていうのが、このデッキでやりたいことであると。それか孤高のまんじゅうが、3枚採用されてる。そして大勇者大地の猛攻が、2枚採用されているんやけども、進化元がビーストフォークで、2コスで進化使える、まあ一番低コストで進化帯では、このカードが強いんかな。だから4コスト4枚あれば、ね、2コスのビーストフォーク置いてでも進化でねいっちゃうみたいな。ただデメリットとしてはダブルブレーカーを持ってないので、進化クリーチャーならではのねダブルブレーカーがないっていうのが、まあ、ちょっと弱いとこであるかななんやけども、まあ進化で5000のクリーチャーで序盤から殴れるのはかなり大きいと思うよね。それから炎の盾紙が4枚採用で、 P 株が1枚採用で、エグゼドライブが4枚採用。もう今の環境ね、あのエグゼドライブは悩んでる方でもし余力がある方があれば絶対4枚作っておいた方がいいかな。とりあえずこのカードはどんなデッキにもね入ってくるし、ただボルコンには必須っていうかボルコンには入らないカードなんやけども、それ以外のカードでは結構ねいろんなこう汎用性があるんよね。まあベリーレアということで、まあ、あのアクアサーファーデモハンド、ね、あの辺もまあ台頭してくるやろうけども、どれを優先するかはまあ自分が使うデッキにもよるんやけども、まあ、こういうねボルコン倒すデッキは必須になると。それからまあ聖堂の牛が2枚採用で、ホーリースパークが1枚、これはね光文明ないのでシールドトリガー以外で引いたらもうね、何も考えることなくマナに、使っちゃって、捨てるカードでいいかなと思います。でナチュラルトラップが1枚採用、まあこれもね1枚だけシールドトリガー入れてると。まあこのデッキに関してはシールドトリガーで勝つというよりはもう常に押していく、それだけの話なんでね。でまんじゅうがシールドトリガーやないけども、シールドトリガーでこいつ出せればね次のターン第一の、猛攻とかで押していく、まあ、それも全然ありやったなと思います。とにかくボルコンに勝ちたい人はねぜひ使ってみて、まあそれ強かったらね感想とかをコメント欄に教えてもらえれば嬉しいなと思います。でこの動画が参考になるとか面白いなって思った方はねぜひチャンネル登録と、高評価をねよろしくお願いします。さあマッチングしました。4連勝の相手ってことは結構まあやり込んでるぜやんね。さあバルカニックアローを拾っていく。バルカニックアローはね6000以下のクリーチャー破壊できるってまあ最強のカードなんやけども、まあ今の環境ね、まあこのクックポロンとか、まあ、エグゼドライブを採用した、まあ、非文明のね、デッキというものがすごいさ、採用されてると、まあ、非常に強い、でまあ、火炎流星群とかも結構よく見るカードなんやけども、さ相手のデッキが何のデッキかっていうのをまず見るんよ。エグゾ、あこいつまだボルコンかよ。おい、あこれも 4C ボルコンやね。ゴーストタッチと、まあ、エグゾリグス行くってことはもう 4C ボルコン、間違いないね。火炎流星群を1枚捨てて、ここはねボルコンでもねボルメテウスボルカニックアローがあればね2コスで破壊が一応まあできる
やけどもビーストフォークで加速もしたいなって感じはするよね。まあボルコンデッキはね結構エグゼドライブが刺さるイメージはすごいあるかな。あの攻撃してこないし、まあブロッカー置けば破壊すればいいしで、だからこうなんよな結局。うん、これ2枚もちょっといらんけど自然文明がいらないかな。でもここはうん、これいこうか。あのね攻撃してこないよマジでボルコンって。本当になんか脳みそのノータレンがなんかいかれてんのか知らんけどさ、基本的に攻撃してこないよね。でなんかそれほどさやりやすいクラスってなくない？だって7ターン目まで何もしてこへんやで。うん、だってボルメテウスでシールドを破壊するデッキやから7ターン目まで。だがバノロコリを考えるならばコッコルピアがコッコ何コッコパラディンコッコプルンかクックポロンが残っている方がむしろありがたいよね。そんな弱小カード火炎流星群1枚で終わりよ。しかもそのカードに戻すことによってね、マナーが1枚減るから、まあボルメテウスのターンというものが、まあ、必然的に一旦遅くなるわけだ。ブロッカーで守ろうという判断、その判断は間違った方向性であることを教えてやろうではないか。まずは1点目で多分相手次のターンゴーストタッチで処理してくるんやろうけども、この2枚のカードでね押していくよ。一番乗り、ほら、まあ、こんな感じでね、もう攻撃しないデッキはマジでありがたい。うん、何するつもり？ほほほほほ、なかなかやるじゃないか。まあクックポロン戻す感じかな、さすがに。うん、まあ2個吸うのがうざいもんね。で、まあそれでまあ次のターンゴーストタッチか。まあまだ3マナやからね、相手もまあ何もできない。結局まあビートでも押されて負けるね。うん、ヘドリアン捨てて、ゴーストタッチで捨てていく。あいー、もう一枚ゴーストタッチもワンチャンビレゾンありそうやね。だがな、それで勝った気になるなよ。うん、甘えるのも大概にせえよ。で攻撃しないと、もうな攻撃しないっていうのがなありがたすぎるマジで。うん、攻撃しろよタコが。ほら攻撃しないなんて甘ったるいプレイングするからこそ私が勝つという未来が収束されるんだ。まあブレイズクラーは多分アクアサファで取るんやろうけども、もうエグゼドライブ今回4枚積みされてるんでね。あとピカピコピコタンピカピカタン、うん、疾走パワーアタッカー。おっとどうしたどうしたどうした、そんなことしちゃって なんだこれ、何回ブレイズグループ引くんだよ。一番乗り。まあな、結局攻撃しないっていうのがやっぱりまあ汚点ですよね、やっぱり。うん、ありがたすぎるというか、まあデーモンハンドとかこう流行ってる環境やからやっぱ低コストのねクリーチャーをとりあえず並べてしまえば勝てるんすよこのゲーム。まあブレイズクローもやっぱ1コストっていう、まあ終盤あまりこうね嬉しいカードではないんやけど、やっぱ序盤1ターン目1コスとかかなり強いからね。もうそれだけでこの相手のシールドをもうがっつり剥がせるから、まあこういうビートデッキっていうのはいかに序盤にねまあ剥がせるか。これもあれやね、相手もうあれやん取るんでしょ。でもうあのP株もしくはエグゼドライブ勝ち、いくで見てね。あいだが、いつまでその守備範囲が持つかな。常にこのクリーチャーが出てくるからそれを破壊しないといけない。だからデーモン&デススモーク、その2択がなければ終わりという未来を迎えるんだよ。そして光文明置いてないから守護えブロッカーはないと。おらおらどうした、これ取れなかったら負けちゃうぞ相手。光文明置けないからブロッカーも置けなさそうやしね。水文明ボルコンにはないからブロッカーは、あのピカリエか、キノコかアイ、もうしょうがないマジでボルコン弱すぎだろ。はい、3連勝してるんやけども、ちょ1戦目ボルコンが本当にね、なんか最近そういう試合多くない、自分の動画、まあ、毎日こう全部動画見てくださってる方がいるかどうか分からんけども、まあ、根強いファンとかやったらもしかしたら、ね、私の動画全部ね見てくださってる方いるかもしれんと思うんやけど、もしいる方やったらねこの話、まあ、通じると思うんやけど、ボルコンで攻撃しないやつマジでカモすぎひん。だからビートに負けるんよ。あ、これホーリースパーが絶対、あ、1枚しか今回入ってなくて、シールドトリガーで使うカード、なんだこいつ。じゃあ挨拶するか。うまくいかないな。とりあえず、いやー、でもこれ、非文明も来たんよね。難しいよね、これ。とりあえず、スナイプも、いやー、難しい。これ、非常に難しい。とりあえず、赤を置いて、ブレイズクローでちょっと押すとするか。まあスナイプもスキートよりはブレイズクローの方が軍配は上がりそうやからな。もうとにかくボルコンはね本当にもう攻撃しないから、
もう1枚もブレイク時点できない時点でね、カードゲーマーとしてはもう汚点よ。うん、もう人生の汚点。これまたボルコンちゃんこれ。モスキートがちょっといらないかな、ここは。で、縦紙出そうか、こう縦紙。うん、縦紙出して、いいね。森を尽くすんだ。このブレイズクローもね、強いんやけど、これブロッカーデッキにはかなり弱いよね。特に光文明主軸のアルカディアスのデッキとかはもう吸い取られるだけの存在になっちゃうから、そこをなんか火炎流星群とか取るっていうのが必要になってくるんやけども、だからこそね、今回火炎流星群4枚、ブレイズクロー入れてるデッキには火炎流星群はね4枚必須。これまたボルコンっぽいよね。ボルコンだろこいつ。ボルコンまあホーリースパーク 100% 使えないから消えてもらって、マナを加速するか。ここ別に2位のカード置いてもしょうがないので、オラが一番だぜ、先を目指すぜ、オラが一番だぜ。いいね。さあここ攻撃していく。まあ基本的にはでもこうビートデッキはまあ盤面取るしかないもんな。シールドトリガー発動。下がっていいね。まあ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 、そうでなくっちゃ面白くない。もっと本気の魂を見せてもらわなくちゃ面白くないじゃないか。もっと面白い試合をしようじゃないか。僕と面白い試合をしようじゃないか。さあ4マナでどう来るか。アクア排出、湿度、水は剣にも鎧にもなる。まあちょっとあえて注目したいのが、光文明のカードを置いてないっていうところにまあ注目したよね。あーまあ相打ちか。まあ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 、まあ、あまり相手からしてもそんなに強い動きができてないなっていう感じはするよね。さあ2面展開していく。でこのゲームね、この1このクリーチャー取るのにデススモークってから4コスト必要ないよね。だから正直この低コストクリーチャー並べられるっていうのはすごいきつくて、やめろよ死の宣告か。だがビーストフォークを生贄にするだけ。これはほぼ意味ないね。どちらにせよ次のターンアクアハルカス取られるから、もうこの時点でアクアハルカス置物であると、ただの飾り。あ、まあお正月でいうなんかそのお餅みたいな、マリモと一緒、海水のワカメみたいな存在。あね、私みたいなその大きな巨大戦艦ダイナソーがワカメみたいなデッキに負けると思ってんの。うん、ブロッカーちょっといない計算でいくか。どうせ多分ハンデスで取られると思うんで、王者のちょっと長年の経験則でこれいこうか。ほんでもうこれ勝ちよこれ。もうシールドトリガー来なかったら勝ちなんだが、大丈夫か相手。ああ、まあ結局ねボルコンはこういうビートで引き殺されるっていうのがあるから、まあボルコン勝ちたい人はね、もうぜひこのデッキ使ってほしい。多分2戦ともボルコンでしょ。はい、